健康診断でとうとう今日が引っかかりました。引っかかったのこれ。引っかかったって言うの。引っかかった。引っかかってんのこれ。D は引っかかったでしょ。あ、D だったんです。やばいよ、D。C ならまだ怒るけど、ね。じゃ言っちゃいな、何が引っかかったか。それでは、ひょひょさせて。そのベンチ、今日も健康診断。デーです。おめでとうございます。おめでとうございます。あのカップ数じゃないですよ。あ、そうだったっけ、うん、この度初めてデー判定をいただきました。この判定はとても正しい判定だったと私は思います。そして今日まで応援してくれた皆様ありがとうございます。全然嬉しいことじゃないからね。良くないことだから。何がデーだったかというと脂質です。デブ。中性脂肪が1年前61だったんですけど。61で A だった。その時は A だった。あ、A の。その数値が7777なんと29まで落ちておりました。やばいね。調べた。なんか過度な脂質糖質ダイエットをするとこういう結果になったりとか。でも過度じゃなくない？過度なダイエットではないんだけど。今日それでも、前はめっちゃ取ってたってことなのかな。でも61だから標準だよ。標準中の標準だよ。確かに。どうもストレッチです。連行されてます。わかるけどどこ行ってるか。なんか嘘つく。食べ放題とか。俺食べれないから、どうせなら一緒にやれることがいいじゃん。なんで一人。違うんだ。違います。違うんだ。帰ろう。ダメですよ。うちアスレチック行きたい。あー、それまた今度やね。ちえぐいだろ、こいつ。はい、見えました。どこ。左側になります。あー、ゴルフ場ね。いや、パッティングセンターですよ。ソフトボールのやつある。ソフトボールあったかな。多分あったと思う。じゃあソフトボールで。ソフトボールがいいの。ちょっとずるくない、うん、はい、着きました。やべ、俺バッティンググローブ持ってくの忘れた。やる気もうまいやん、自分。俺の練習がてらに来たようなもんだよね。絶対そうやん。自分がやりたいけん来たやん。はい、じゃあ行きましょうか。行きます。今日頑張ります。ね、頭とか当たんないの。目は当たるかもしれない。当たるの？顔とか？そのサングラスは外さんばよ。危ないね。なんで外さんばと？割れたらどうする。あ、そうなの。見本見せてよ。じゃあ俺からやるね。来た来た、俺の出番だみたいな顔して。4番バッター。え、始まってる。すごい。電子様。おー、いいね。ロン毛王子頑張れ。まだ。おぶの。お疲れ。です。怖い。やりたくない。いや、僕はこれちょっと早いからソフトボールの方行こう。こっちに。はい、スリー。もっと離れ。振ってみて。いいよ、打ちそう。振ってみて。いいよ。あ、左足ちゃんとつくよ。うん、すごいよ。うまいよ。おお。綺麗よね、もう。いいよ。打てる。合ってる。惜しい。
いや、待っているだけはと。頑張れ。もうちょっと上。おお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 。え、記憶うまい。すごいよ。おお。おお。すごいよ。動か、痛い。終了。終わった。どうでした？いや、上手だった。多分今30ぐらいだね。皮下脂肪。痩せた、痩せた。熱い。伸びしろある。ありがとうございます。入りましょうか。まだ1ゲームしかしてない。じゃあ次投げるのやる？あ、やりたい。ね、行こうか。次は投げて。大谷行きます。あの実は家で自主練とかしてるんで。靴下とか投げ合ってる。投げていいの？いいよ。7番狙う。うん、そう。早く投げろ、早く。ひどい。お、惜しい。いけるよ、いけるよ、いけるよ、皆さん。いや、惜しい。いや、いいよ。お、惜しい。あと2球。見てろよ。あ、惜しい。惜しい。どこで、ここ。あと1球押せるよ。あ、いいよ。1球そこ押せる。いいよ。あ、残念。もう投げる。ボールを離すタイミングがダメだなって自分で思います。プレイボールピッチャーリスク。おお、これ言われた数字当てないとダメなの。おー、ストライクだって。あ、そうなんだ。おお。当たってないみたいです。おお。当たったけどね。おー、すごいね。ちゃんとその辺いけるって。あ、やめないで。あんまり最後。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかった、意外と。え、キョウコうますぎ？うまいの？いや、普通に。だって、吹奏楽部やろ。吹奏楽部絶対運動してた方が良かったって。いや、お兄ちゃんが少年野球とかやってたから、それで一緒について行ってたりはした。とか、キャッチボールしたりとか。いや、マジその言うてのレベルが違うもんね。うますぎるもん。じゃあ、うち少年野球入っとけばよかったんだ。いや、多分結構いいとこ行ってたと思うよ。もったいない。もう宝の持ち腐れですよ、キョウコさん。普通あんな本当に当たんないって絶対。そう、当たるで。いや、当たっても1、2球やん。最後の方がポンポン打ってたよね。すっげえよ。ちょっと手応え感じた。
才能ありありだね。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。これで筋肉をつけたということで、京子さんは、はい、合格ですか。いや、一級またなんやったらちょっとなしにしようかなと思ってボツにしようかな。お蔵入り、お蔵入りにしようかな。セーフということで、結構打ったのでサーティワン食べ放題でもいけたんじゃないか。やったー。ですが帰り道にないっていうことは、帰り道にあるのはスタバか、マックか、あとなんかあの台湾のやつですね。何を食べたいんですか。そんなええって言ってますか。はい、ちょっともう決まりました。ドーナツということで。やったー。京子さんのご褒美は。ありがとうございます。俺は食べれませんが、ありがとうございます。僕の分もじゃあ2つ買っていいってことで。やったー。かけ2の4つで。なんでやねん。とんでもねえよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。安全運転でよろしくお願いします。はい、安全運転で行きたい。それでは行ってきましょう。はい、あ、売り切れてる。やめる。どれ、どこどこ。あ、出てった、あの人。うん、だって扉閉まってるもん。パーン、パーン。もうドーナツは売り切れておりました。いいじゃん、デニッシュロールにしよう。え、デニッシュロールある。見てみらんとわからん。じゃあ行きますか。ちょっと買ってきますね。あんた待っとく。じゃあ止めて。じゃあ買ってきます。皆さん、あの、願っててください。残念。京子氏、敗北。モフモフドーナツ、湘南デニッシュロール、舐めていた。いつか食べたいなと思ってたんだけど、今日チャンスだったのにな。じゃあ、あの一番コンビニ界のスイーツ王、スイーツ王で買いますか。ラスト。はい、コンビニのスイーツとかあんま食べないから、いっぱい食べていい。いくらまで。1000円。いや、さあ、1000円にしよう。やっと。それではローソンに行きたいと思います。気持ち切り替えてこう。はい、ローソンに行ってきました。1300円分買ってしまいました。ありがとうございます。お疲れ様です。皆さん、一つ一つちょっと紹介していきますね。はい、こちら、はい、チョコレートテープ30ミリです。ありがとうございます。おりきょんのよ、おりきょん。そして、はい、これ、ちょっと、リミカルで、ちょっとリミカルで名前がわかんないんですけど、これ何にしたいと思います。クリタンのモンブランだそうです。これ違う、クリタンのモンブランだそうです。これローソンのね、生だったね。プロの主婦が食べて判定するみたいな番組で、これ1位ってか、万丈1の、おしゃべり、おしゃべり。残ったのがバンピクチャー。はい、4丁目。はい、2丁目。これはなんか、大きく3番に書いてあって、もう1個も面白いけど、2つはなんかなんだけど、2チェックから通しました。クリームなんか、はい、で、これ1丁目。ホボクリーム、ホボクリーム、これもなんか人気っぽいよ、美味しいらしい。で、これはオーダーの、これは1丁目ですね。もう1丁目、ね、以上です。じゃあ、もう1個だけ、1個だけ食べていい。いいよ。それでは、本日召喚するスイーツ、ででん、こいつだ。どうぞ。隣は気使わないんですね。匂いだけ出して。うまい。うまい。あ、うまい。やわらかそう。あ、こぼれるけん。こぼれた。あ、わかりました。もう一回いきますね。うお。はい、オッケー、オッケー、オッケー。もう食べていいよ。いただきます。うん、うまい。すごい。うん、甘すぎないですね。へえ、チーズ、ミルクって書いてある。カロリーは297キロカロリーですね。脂質 22.9g もあります。えげつないですね、これは。えげつない。もちもちバグってるやん、うますぎて。なんかやろう。幸せな企画やな、これ。もう一口でいっちゃいますね。いってください。最後の匂いだ。もうちょい。うわぁ。おいしい。もうやばい。お腹いっぱいやね。お腹いっぱいじゃないですか。お腹すきました。それではすいませんが、いただきます。うわ、うまそう。
うますぎやろうがい。うますぎやろうがい。満足した？うん。これで 1% 分は30になったかな、ちゃんと。最高。じゃあ帰りますか。楽しい一日だったの。ね。俺はちょっと単に運転手だった感じするけど。幸せだね。まあでも京子が喜んでる姿見えたのはちょっとうますぎやろがい。はい、帰るよ。それでは皆様この辺でバイバイ。おいたまさせていただきます。ぜひ食べてね。うん、ほぼクリームです。おすすめ、うん、うまい。じゃあ帰ります。それでは。